今回は伊勢神宮に行ってきました。伊勢神宮には内宮と外宮があって、外宮から順に参るのが習わしだそうです。外宮には伊勢市駅からまっすぐ5分ほど歩いたら着きます。参道への入り口は表参道口と北見門口があります。現在正しいとされている入り口は表参道口です。しかし実は明治時代までは正しいとされる入り口はなんと北見門口だったそうです。これには理由があって、明治30年に JR 伊勢市駅が開業したため表参道から入る人が増え、メインとなる入り口が表参道に変わってしまったといいます。この橋は左側通行となっています。みたらし場です。みたらし場のことをお手洗い場って言う人がいますけども、正しくはみたらし場です。みたらし場は橋を渡って左側にあります。鳥居は神社の内側の神聖な場所と外側の人間の暮らす場所との境界を表しています。神社の中に不浄なものが入ることを防ぐ結界としての役割もあると言われています。このただ広い広場には聖宮がありました。現在は画面左側の方に映されています。これは式年遷宮により20年に一度東と西とに並ぶ宮所を改めるためです。砕けた言い方をしますと、神様の家を西から東へ、東から西へと20年に一度移し替えているのです。天照大神の食事を司る神豊受大神をお祭りする聖宮、正式には豊受大神宮です。ここ聖宮では多くの人が賽銭をしていますが、基本的には賽銭はしてはいけないとなっています。そして伊勢神宮の聖宮に限っては個人的な願い事は一切タブーとされています。ここでは感謝の気持ちをお伝えするようにしましょう。その際必ず住所とお名前を言うようにしてください。でないとどこの誰が参拝に来たのか神様は分かりません。土地の神が祀られており、唯一正面が東向きの別宮です。今では多くの人々が参拝に来られている神社ですが、伊勢神宮はもともとは天皇以外の人が参拝してはいけないような神社だったと言われています。ここには豊受の大神の荒御霊が祀られています。荒御霊とは荒々しく勇猛な神霊のことで、何か新しいことや挑戦をしようと思った時に参拝すると後押ししてくれる神様です。外宮の代表的な見どころを巡ると、
だいたい30分ほどかかります。では今から内宮に向かいたいと思います。内宮へは約4キロあります。歩いて行こうと思ったんですが、歩けば1時間近くかかるかもしれないと思ってバスに乗ることにしました。お待たせいたしました。バスで約10分ほどで到着します。内宮に着きました。参拝する前に腹ごしらえをしたいと思います。まずは伊勢うどんです。伊勢うどんは太くて柔らかい麺で、だし汁はほとんどなく、つけ麺のように濃いタレをしっかりとかき混ぜて食べるタイプのうどんです。するかもって書いていましたが、あれは真っ赤な嘘です。4回気絶しました。上がソフトクリームアイスになっており、とても美味しかったです。赤福の本店です。この赤福餅も伊勢の名物となっております。
赤福餅230円です。大人になってからは食べるのは久しぶりです。子供の頃は九州の祖父にお土産として持って行ったのでよく食べていましたが、いつも新大阪で買っていたのでしばらくは大阪の名物かと思っていました。さあ、いよいよ内宮に参拝したいと思います。こちらの橋は右側通行となっています。外宮は左側通行に対して、ここ内宮は右側通行では、なぜ右側通行なんでしょう。それはみたらし場が外宮は左側、内宮は右側にあるからです。鳥居をくぐると神域になっているため、橋も含めて全ての道は参道となっています。参道は神が通る道とされていますので、真ん中は通らずに橋を歩くように心がけましょう。内宮の所要時間は約40分ほどです。皆さん気づかれましたか？外宮でもそうでしたけども、現在柄杓は感染予防のために置いていません。当選している人はいるのでしょうか。確認してみましょう。どこにもありませんね。西宮には日本で一番尊い神、そして天皇のご先祖様と言われている天照大神が祀られています。日本神話に登場する太陽の神様で最も尊いとされています。三種の神器の一つである八田の鏡は伊勢神宮の御神体として奉納されており、一般人の目には触れることはまずありません。この八田の鏡は天照大神より預かったものであり、豊胸豊祭の進捗というものがあります。これには豊胸を見るときは私を見るのと同じように見なさい、そしてこの鏡は同じ屋根の下、同じ床に必ず置いてしっかり祀りなさいとあり、その豊胸こそが天照大神がお渡しになった八田の鏡だと言われています。そして古くから鏡から我を抜き取ると神になると言われ、鏡は神につながる重要なものであるという考えがあります。この八田の鏡はそれほど重要なものであるということですね。
そしてこの鏡の裏側にはなんとイスラエル方面で使われているヘブライ語が刻まれています。銅鏡の生産が盛んであった中国や朝鮮半島に八田の鏡のようなヘブライ語を刻んだ銅鏡が発見されていないことから、日本でヘブライ語を操る民族、つまりユダヤ人によって作られ、そしてそれを所有していた王がやがて天皇となり現在に至るという説があります。アマテラス大御神の岩戸隠れというのはご存知ですか？弟であるスサノオの暴力的な性格、行動に恐怖を感じたアマテラス大御神は天の宮戸という洞窟に身を隠し、入り口を塞いでしまいました。これをアマテラス大御神の岩戸隠れと言います。アマテラス大御神は太陽の神なので、隠れてしまうことにより太陽の光が届かなくなってしまいます。そして世界は災厄や病気があふれ、悪人の勢力が強まります。多くの神々がなんとか天の岩戸からアマテラス大御神を引っ張り出そうと考え、大宴会を開きます。外は真っ暗でみんな困っているはずなのに、外ではみんな楽しそうに騒いでいる。これはどうしたことかと思い、外の様子が気になったアマテラス大御神が岩戸から身を乗り出したところを、重い金の神が手を引き、岩の扉を立ちからおの御事が開け放ち、アマテラス大御神を引っ張り出し、世界に平和が戻ったとされています。この物語のモチーフが日食とされています。アマテラス大御神が隠れたタイミングで日食が起きたと思われます。暴れたスサノオはその後反省をし、天の岩戸の里を離れ出雲の国に行かれ、ヤマタのオロチを退治されたと言われています。ご存知の方もいらっしゃるかもしれませんが、神社とお寺の違いって何だか分かりますか？簡単に言うと、神社は神道、お寺は仏教という異なる宗教の施設です。見た目の違いとしては、鳥居があるのが神社、仏像やお墓があるところがお寺です。仏教はインドから中国を経由し日本に伝わってきたとされる外来の宗教です。一方、神道は日本起源の宗教で、多くの神様を信仰します。山には神様がいる、森には神様がいる、木には神様が宿っている、天道様が見ているよと一度や二度聞いたことがあるかと思いますが、これは神道から来る教えです。日本人は神羅万象、全てのものに神が宿ると考えてきました。お天道様とはアマテラス大御神のことで、いわゆる太陽神ですが、アマテラス大御神はあくまでも多くの神様の象徴的存在であって、唯一絶対の神様ではありません。さあ、いよいよ正宮に着きました。ここからは撮影が禁止です。伊勢神宮は現在でも全国の神社の本荘として特別に崇敬を集めています。稲を保管しておく倉庫です。
高床式で風通しの良い作りになっています。荒御霊というのは勢いのある活発な御霊です。何かを頑張りたい時や何かに挑戦したい時に後押ししてくれるような神様です。ここには賽銭箱があったので参拝したいと思います。鈴がある場合はまず最初に鈴を鳴らしましょう。賽銭を入れるときに投げるように入れる方がいらっしゃいますが、それは決してやってはいけません。お店で支払うときに投げるように渡すことってないですよね。投げ入れるってことはそのような行為と同じです。それは神様にとっても失礼な行為にあたります。1274年と1281年の2度にわたりモンゴル帝国が日本に侵略してきた際に神風を起こしたと言われている神様が祀られています。モンゴル帝国が船で日本に来ようとした時に2度ともたまたま台風が来ていて日本に上陸することができなかったと言われています。神風とはこの台風のことでしょうね。ここにも賽銭箱があったので参拝したいと思います。伊勢神宮に鶏がいるのは天照大御神の岩戸隠れで、天照大御神を引き戻す際にまずこの鶏を鳴かせてみたからです。朝鶏が鳴くと太陽が昇ってきます。つまり鶏の鳴き声には太陽の神様を呼ぶ力があると考えられています。海外にも神社が存在することをご存知でしょうか。日本にしかないと思われがちですが、実は海外にもいくつかの神社があります。その多くは海を渡った日本人が故郷との縁をつなぐ心の拠り所としてお祭りし始めたものです。伊勢神宮の参拝の仕方に絶対こうしなければいけないというものはありません。しかしながら伝統的な正しい参拝方法というのは存在しておりますので、その方法に従って参拝してはいかがでしょうか。